動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日は一日中もう雨で、本当は旅行行くためになんか服でも買いに行こうかななんて思ってたんですけども、まあ行けずにですね家の中にいましたけども、まあ梅雨っていつまであるんだろうなっていうのはこう気にしますよね。まあだから僕が旅行に行ったら、まあおそらくその九州は先に梅雨明けするだろうけどさ、もうその向こうに行く関東方面は真っ只中なる可能性ありますから、ちょっとね、水族館はいいかもしれないけども、動物園なんかに行くタイミングがなくなっちゃうのかなって考えると少し、しんどいなぁとは思いますよね。だからまあ僕が行くタイミングのついでになんか、梅雨明けをしてくれたらいいなって思いますけども、僕の誕生日までに梅雨明けはするんでしょうかっていうのは、天気の神様に聞いておきたいなと思いますけども、まあ、天気の神様がいればね、なんとかしていただきたいもんでございます。さあ、梅雨明けの時期ということで、まあ、ちょっと今、パパッと調べているわけでございますけども、今、関東はですね、3連休中に関東甲信で梅雨明けの発表があるかもっていうふうに書いてますんで、まあ、もしかしたら間に合うかな、なんて、思いながら、この様子を、雨の様子を、みっちっと見て、おきたいなと思います。ということで、全く関係ないでございますけども、今日のニュース読んでいきたいと思います。民家に日本狼の骨、良好な保存状態。100年以上前に絶滅したとされる貴重な日本狼の頭骨4個と前足1個が神奈川県清川村の民家5軒に良好な状態で保存されていることが、武蔵御嶽神社の依頼で飯塚俊之同村文化財保護委員長が3月から4月に実施した調査で確認された。村は貴重な品として村の文化財に指定することを視野に検討を始めた。同神社に今年の冬、御嶽公の関係者を通じて平塚市内の民家から狼の頭骨1個が寄贈された。かつてこの頭骨を調査した当時の国立科学博物館研究者の論文の一部などが同封され、頭骨が元は清川村内の民家に伝えられ、村内には他にも頭骨が保存されていることが分かった。清川村の同神社、これ須崎って読むのかな、須崎神宮司が毎年お犬様のお礼をお札を配りに行く地域の一つだが、前宮司も同村内の頭骨の存在は初耳、村内の御嶽公関係者に調査を依頼した。相談を受けた飯塚委員長が調べると、論文は県立生命の星地球博物館が発行する学術雑誌の神奈川自然史資料第11号、これは1990年3月に掲載されていたことが判明。飯塚委員長が論文に記載された、頭骨4個と前足を所有する村の村民宅を訪問すると、いずれも大切に保管され、神社に寄贈されたのがこのうちの一つだったことが判明した。扱い方によっては破損することもあるだろうと考えていたが、とても良い状態で保存されているのに驚いたと飯塚委員長。清川村内でも狼の頭骨の存在はあまり知られておらず、岩沢村長や山田教育長も幾同音に昔狼の札を見た記憶はあるが、村内に頭骨があるとは知らなかったと驚いているということで、まあ、貴重な日本狼でございます、九州にもいたんですね。本州、九州、四国に生息して、1905年に奈良県で捕獲されたのを最後に絶滅したとみられ、国内には剥製が3体しか存在しないと言われるということで、まあ絶滅した理由としましては、明治維新になるにあたって、その野犬の狂犬病になる野犬を駆除したいということで、それでまあ絶滅した、まあ片っ端から殺しちゃったわけなんでございますけども、こうやってね、どこかに残ってるって希望が持てるニュースっていうのは他の動物にも言えることだったりするんじゃないかなと思いますね。特に前に生放送で喋りましたけども、ドードとか
日本に来たっていう記録があって、でその多分国内で死んでるだろうっていう記録がありますので、もしかするとどこかの神社だったり民家の中に知られることなく保存されてたりする可能性もありますから、そういうところでね、なんかもっと調査っていうのが入ったりとか、あのその村の人たちが自主的にこういうのあるよっていうことを伝えれるような、そういう仕組みができればもっとなんか新たな発見っていうのがあるんじゃないかなって期待させられる内容でございましたね。ということでございまして、まあ、写真もね、あのニュースサイトの方に載っけてられておりまして、非常に状態がいいです。本当になんか綺麗で、このままなんか博物館に、ね、展示されてもすごく面白いんじゃないかななんて思うわけでございますので、まあ、ぜひぜひ、皆様なんかお家に何か貴重なものを眠っておりましたらね、その地域の人だったりとか、あとその博物館とかにね、なんか調査を依頼してもいいんじゃないかななんて思います。ということでございまして、今日のニュースは民家に日本狼の骨良好な状態で見つかるということでございました。